リンハローパラレル、リンリンパラレルのリントです。イエーイ。ということで今日はうちの子ね、みちょん元気なのっていうことでね、みちょんをちょっと動画で撮影してみたりとか、ちょっとねゲージを変えたので、そのあたりを一緒に見ていきましょう。はい、じゃあ動画再生しよう。ちょっとね、ちょっとね、寒かったんでね、撮影してる時だからちょっと震えてるんだけど、こんな感じ。みちょんでーす。はい、かわいくない。ほれ見て、これ見て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 って、こうやった瞬間にビクビクってしてるんだけどね、かわいくない？ほんと超かわいいの。はい、みちょんでーす。で今掃除の最中に撮影していた状態ですね。でこんな感じで下にマット引いて、その時あった、木くずをね、引いてたんだけど、木くずあんまり必要ないみたいなので、木くずをね、なくしました。で、全然つかないってね、セロテープを持ってきて、今、セロテープでつけます、私が。はい、セロテープ。腕まくりしてやってるから、こう、R 世界線リンと、ほっせえな腕。腕、超ほっせえな。はい。で、ああやってね、ゴム手つけて、ゴミをまとめてっていう感じ。ちょっと30秒ごとに、これくらいかな。はい。で、掃除したものをね、こうやって置いていく感じです。みちょんにもね、はい、みちょんのお家って書いてあるやつ。小屋を上からカポッと、かぶせて置いときます。で、木くずはね、ちょこっとだけ、綺麗なやつだけ残して、掃除していく感じですね。で、よいしょ、30秒やると結構進んじゃうね。こうやってね、水入れ。お、これ水入れ。本来は、ヤドカリの水浴び用のものなんだけど、普通の水やりとしても使えるので、これにしてみてます。はい。あ、なんか LINE の通知が。LINE 消しとこう。ウィンドウを閉じる。LINE を閉じておく。はい。こんな感じでね、餌。ハリネズミのレシピっていうこのやつと、これは近くのね、ペットショップで売ってて、今もう一個出てた、おっきめのやつ、これ。こっちね。これに関しては、Amazon で、高評価ついてたやつなので注文しました。今は2個混ぜてますね、こんな感じで。2つ混ぜて、食べさせてます。ただ、今の丸っこい方の後のハリネズミフードって書いてたやつの方は、ちっちゃこいやつはなくなったらもう、あれは買い足さずに普通に Amazon で買ったやつだけ使っていこうかなって思ってます。で、ちょっと水入れて、うるかしてあげるといい感じですね。今みたいな感じ。これこれ。こうやってうるかして食べさせてあげると、あ、水ね、落ちてるんでね、下についで。はい、うるかして、そこに、ミルワームをちょこっとだけ入れてあげます。乾燥ミルワーム、まあ虫ですね、をちょっと混ぜて一緒に入れてあげます。はい、あんな感じでね、入れてあげます。であとはコロコロを、水洗いしたやつを拭いて、重しになる大理石のね、板があるので、その板を重しとしておいて、で木くずをね、ちょっと丁寧に避けてあげてって感じですね。で、よいしょ、みーちゃんに餌をあげるって感じですね。こんな感じ。はい、みーちゃんです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 。そう、うちの子みーちょんちゃんです。みーちょんちゃん、みーくん、みーくん、本名はミーなの。私はミーチョンって呼んでるけどね。
本名はミーなの。ミーチョンはあだ名なの。ミーチョン。かわいいでしょ、ミーチョン。ミーチョン、かわいいでしょ。ね、ミーチョン、かわいくない？ね、超かわいいよね。ただね、手を出すとビビります、まだ全然。今もちょっとビビってる。掃除したばっかりだからね。そりゃビビるさ。で、体に木くずめっちゃつけてるしね。でもね、食欲には勝てないみたい。こうやってすぐ水飲むの。すぐ水飲んで、すぐご飯食べるから。そう、うちのみーちゃん元気よ。超元気。でね、ちょっと大きくなったのよ。手のひらサイズじゃなくなっちゃって。ほら、すぐ餌食うしよ。すぐ餌食うの。すぐ食べるよ、ほら。見てこれ。すぐ食べるの。すぐご飯。ほら、美味しそうに食べるよね。かわいいよね。超かわいいよね。すぐご飯食べるの、ほら。パクパク。しかもね、より好んでミルワームだけ食べるの。虫ちゃん好きみたいでね、すぐ食べるの、ほら。見てるとわかるよ。虫ちゃんだけより好んで食べてるから。ほら、この辺見るとわかる。そしてね、急に起き上がったんでね、ちゃんと。ほら、すごいより好んで食べるの。虫ちゃんだけ。で、水飲む。かわいい。超かわいい。でね、掃除したばっかりで一回出したからビビってたけど、ご飯食べてちょっと落ち着いて、今ビビってないね。めっちゃ水飲んでるね。めっちゃ喉渇いてたんだろうね。かわいいよね。ただ大きくなったからね、前のゲージじゃダメで、これプラスチックの衣装棚の衣装入れるところだけを持ってきて、この子用に設置しました。そこ舐めても何もないよね。そこ舐めたって何もないって。はい、で餌食うのかな。あ、ご飯いっぱいになった。お腹いっぱいになった。お腹いっぱいになったね。お腹いっぱいになったから自分の部屋に戻るんだね。部屋に戻るんだね。はい、部屋に戻りました。これね、この上のこれ私自分で作ったのよ。みーちゃんのお家ってやつ。これ100均でいろいろね、物買ってきてくっつけて作ったの。まあいいでしょ。はい、って感じでね、みーちゃん、うちのみーちゃん元気だよっていう動画でした。いや、ほんと見てこれ、この顔ですよ。これ見てこれ可愛くない？ほら、可愛い顔してるのよ。もうほんとに超可愛いの。これ見て、ほんと見てあげてね。可愛いよね。ここ超可愛いから、ほら、もう一回リピートしてみるよ。ほら、一緒に見るよ。みんな見るよ。ほら、これ、可愛い。本当に可愛い。うちの子は可愛いね。っていう動画です。元気よ。今も元気、みーちゃんは。ちょこっと懐いてくれたかな。たまに手に乗ってきてくれたりします。たまに噛みつきます。えげつないほど噛みつきます。噛みつかれると結構キスできるね。うん。でも、かわいい。という、うちのみーちゃんは、かわいい。という動画でした。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、Twitter もやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。